本日のニュースです。通行人に口から出たものを吐きかける変質者が出没していると通報が入りました。現場に駆けつけたスタッフが怪しげなサングラスをした男に容疑を問いかけると、はて何のことですかなと大きな唇をへの字に曲げ容疑を否認している様子です。しかし現場に向かうスタッフが途中その男にゲロを吐きかけられている様子がカメラに収められていたので現行犯逮捕されました。ウスモオカリンです。本日もスプラトゥーン2の、ヒーローモードをやっていきたいと思います。今回からはこの次のエリアに向かうというところからですね、足先前線基地から9番展望台へ移動しております。はい、到着。おー、まあまあ既視感はあるな一回やってるからまあ覚えてないけどね。さあそれでは一つ目から順番に行きたいね。次が確か4番やったかな。4番やね。でミステリーファイルのあのね連続性の関係もあるからちょっと順番通りに行きたいと思まーす。これ4番 OK。 これから行きます。オウト登場タコリバーサーヌメヌメ光るコロガリウム。さあ武器地リクエストありってことなんでヒーローローラー OKOK。 よし行きまーす。ということはローラーやからそんなにさ壁の上に煮干しとかがあるっていうわけではなさそう。だからあんま濡れへんと思うからね。オッケー。でこれを使ってぶっ倒していくと。オッケー。この下とかさありそうよな。よし今回はミスらずに一発でいくぞ。ここからのここどうよ、ここやっぱローラーが一番使いやすいよな。あこの奥とかありますやん。ありますね。よし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 、順調順調。今日は来てるぞ。さあよいしょと。今この下なんかなかった？ありますよね。ふふん、見逃します。え、なんでお前絶対これミステリーファイルやろ。こんなとこに。なんで絶対ミステリーファイルやと思った。でちょっと近すぎるか距離が。オッケー。危ない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 。なんで上から来るんだお前。危ない。よし、この後ろとかないね。オッケー。あ、なんか音がしましたね。これミステリーファイルですね。ん、違うのかなんで、あんだけ怪しくて違うんやろ。俺わかんねえわ、任天堂の考えることが。わかんねえ。これちゃうやろ。この下もなし。おい、あいつはこうです。ナイスワンパン。よし、お前もこうです。ナイス、お前もこうです。ナイス、ストライク。さすがにこれは違うと思うからサクッと。よし、ここら辺ないよな。オッケー、ないな。いきます。はい、リスチの裏はなし。タコリバーサー、おおすげえキモレゲエとか好きそう。うわ、口から口からうえーって出してるんやけど。サムネだけ撮る。うわめちゃキモいんやけど。これなんで見失うのこの距離で。お前の目どこについてんの。お前は倒そう。うわー、お待って、こんだけダダっ広いと逆にあるぞ。手前に視線を集めつつみたいな。オッケー。じゃあここからで、ようさんおるな。ようさんおるが、ここはまずこれを潰す。あ、怪しい。これ違う、鎧か。あ、あの下なんかありそうじゃない？ほら、あれ絶対あるな。オッケー。じゃあここら辺で鳥間潰して、オッケー、ワン、はい、ツー。ようさんおるな。5体もいるやん。マジかよ。で普通にこれ普通にやった方が早い。よっしゃ、上から上からこう、はい、はい、上からこう、はいはいはい、からのこの下、ほら、え、これ出ていくの。これの上に乗っていけって言ってる。あ、そうっぽい。絶対これあった。ナイス、よっしゃい、ミステリーファイルゲット。危な危な、はい、あれ
まだ最終じゃないのか。まあ、とりあえず集めるもん集めたから、全速力で、全速力で行こう。ほっ。おら、よっしゃ、行け。行け行け行け、どんどん。よいしょ。おい、最終ポイント、来た。おい、すべて無視。すべて無視。行った。やばい、やばい。くっ。やべやべ。とりあえずこの上登ろう。とりあえず上登ろう。よし。ほっ。ほっ。オッケー。これにて、ゴール。よし。完璧。さあ、ミステリーファイル4つ目。移動販売を始める方法について詳しく解説した本のようだ。比較的新しいもののようだが、揚げ物でもしていたのか油で汚れている。これあれやな。あのロビーっていうか、あの街にあるエビフライのやつ、あいつの店やね。さあ続いてナンバー5、おいでませタコパーク。あ、すげえ、タコパークや。遊園地なんやけど超楽しそう。大ヒット商品やって。これほら、これは楽ちんやわ。玉数多いから。ちょっと待って、これライドレールはマジで怪しい。俺ライドレール乗りたくないかもしらん、このマップ。これ乗ったら絶対周り見やんもんなあ。いやでも乗らないけへんのか、乗らないけへんな。よいしょ。で一応乗っていくか。風船も壊しつつ、これないよ。いやー、ライドレールコース怖いなー。こっち側とか絶対見えひんもんな。オッケー。左も何もないね。行きます。ドゥ。よいしょ。そっち勝手に行かないで、行かないで。こことかにあるかもしれないでしょ。 OK、ここはチェックポイント。待てよ、こっちはまず行ける。 OKOK、 で下壊して、一応奥のやつもボムでやっちゃおう。ここには何もなし、了解。行きます。これやし、違うね。 OK、 よしよし、今んとこ問題ないよ。風船、あー風船やれへんかった。こっちか。すげえ、ジェットコースターみたい、楽しい。よいしょ。いい、あらよっと。これ怪しくね、ここ。ここ違うか。 OK、まあ、とりあえず上行く前にこっちだけやっといて。ん？ 2 箇所あるな、ライドレールが2箇所ありますよ。でもこっち壊して、いや上から行った方がいいか、こっちから行った方がいいね。オッケー、これは関係なし、ここにもなし。オッケー。あ、いや違うか、この間欠線。いやでも違うな、これ戻るようやな。多分これ1回チャレンジやから。あ、ちょっとこう取る。ナイス。これいくらじゃね、いくらじゃない、煮干し。え、何これ。あ、なんかチケット手に入った。オッケーからの、よし次行こう。え、みんな的にはさ、これ多分みんなヒーローモードクリアしてると思うけど、ミステリーファイルとかって集めてんのかな、どうなんやろ。俺集めてるよって人はぜひコメントしてくれ。よし、いやどっかあった気すんな。これ怪しくね。あ、ライドレールがあるわ、そこに。あのライドレールはくせえぞ。これどこ行くの。あー、ただ通るだけか。え、なくね、まだ煮干しすらないんやけど。そんなことあるか。チェックポイント、この下もないやろ。これ怪しい、待って、これ怪しい、これ怪しい。待って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 、ちょ、戻らせてください、お願いします。これ絶対あるぞ。ないか。いや、ないな。いや、ごめん、なかったわ。どこや。左切って、ここはさすがに何もないやろ。後ろも何もなし。あ、これか。あ、荷物来た、ナイス。この上が正解やったんだ。しかもこれ1回チャンスやん、危な。俺前向いてなかったんやけど、怖。え、最終チェックポイントこれ。え、最終って言ったお前。ミステリーファイルどこや。ないんやけど。風船全部壊したら、だからそういうパターンある。でもライドレール乗っちゃってるからねえよな。ここか。でも下側は
あれで見たやん、ライドレール乗ってる途中に見たから、ないと思うよな。あれ？これか？ちゃうよな、さすがにそんな簡単なわけないよな。とりあえず乗りますか、ライドレール。いやでも上ゴールじゃね、もう。ちゃう？そのオレンジが、ほっ、あ、ミステリーファイルあった、マジか。あ、今回簡単やったぞ。オッケー。あ、しかもゴールや。ナイス。うん。うん。はい。なんでー？いや。ミステリー5。奇抜な髪型の若者による成功談を語った記事のようだ。座っているだけで年商1億ゲソ稼ぐ方法。実践形式で。もう絶対嘘やん。しかもあのウニのやつやな。この記事。座ってるだけで1億円ってお前。与沢翼ぐらいしか無理やで。さあ、ここは、ナンバー6、オッケー。出港タコッペリンゴ。明日に向かってボンボヤージ。よし、今日はこれ最後にするか。なんかミステリーゾーンっぽいな。てか何やあれ。大砲がある。すげえ。あれも目的エキスパンションで見たっけ？どうやったかな？で、今回チャージャーやから、このマップはマジで気をつけやなあかん。これ多分、めっちゃ遠いところにミステリーファイルあると思うね。絶対そうやから、マジ気をつけやなあかん。ほんで、多分真下にはないね。真下にはないはず。だって行きづらいもん、チャージャーやったら。そういう考察も踏まえて、やっていきたいね。ほい。ここらさすがにないやろ。一応向こう側にも渡っといて。オッケー、じゃあこいつは、こう。オッケー。あ、なんかある。アーマーがありますね。オッケー。で、この下には何もなしで、上行きます。待って、なんか今、ああそこ怪しくね、あれ。あれ。あ、何もないんよな。なんかありそうないけどな。ちょ、あれ行っとこう。で、ここは濡れへん。オッケー。次行きます。そっちか。うい。ここは、ん？あれ？ここ、ジャンプで無理やろ。あ、まずこれ引き寄せんのか。あ、こうか。なるほど。おい、おい、おい。オッケー。いけ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 。ナイス。行きすぎ。ここは、こう。オッケー。よし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 。多分この辺にもなかった気するから、サクッと行っちゃおうかな。うん。でこのタコの大砲が怪しいよな。右側は何もない。オッケー。続き行こう。やべえ。こいつの周期を見計らって行く。オッケー。でここは乗り換え。はい。はい、しょ。ちょっと待って。こっちの奥なんもないよな。端っこまで来れるけど。これ関係ない。オッケー。であいつだけツーブーして。あ、風船買った。ほい。あ、煮干しあるっていうか。あれ？まどか元から煮干しあった？俺なんかの拍子で壊した。まあいいか。不幸中の幸い。行け。はい。俺の経験上さ、煮干しの前にミステリーファイルはないのよ。まだこのステージ6の段階までで。だから、先に煮干しを取れたということは、この後半にミステリーファイルがあるということだ。はい。あ、ちょっと待って。この後ろなんかないか。ないな。あ、あれ怪しいね、あれ。よいしょ。これなんかどっか繋がってるって。どこや？あれをかけるぞ。とりあえずじゃあ上行って。あれ？このライドレールどこや？絶対あるよな。こっからこうか。オッケー、とりあえず乗ってみよう。え、これどこ行くの？え、なんか一気に行ってまうんやけど。ちょ、待って、一気に行ってまうんやけど。え、違う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 。そんなスルーしたらお前。そんなスルー。あ、これじゃね？これや！なるほどな。ここやったらこう登れへんから、ライドレールじゃないと無理やったんや。オッケー。あ、ほんでこうやって戻ってくんのか。なるほど。てか、数多。めっちゃ多いんやけど。多分あれ、か？いや、あれじゃないか。あ、あれや。ナイス。ほい。じゃあここからは、俺の圧倒的速度で、うわ、なんかいるんやけど。ふっ。圧倒的速度で攻略してやろう。こいつ足元に行く。さすれば安全。ナイス。
で戻ってきたから乗ると。引き寄せ。うわ、大砲もこっち来んのか。危ねえ、お前。ん？どこに行ったらいい？あれか。よし。ナイス。最終ポイント。上。さあ、来い。次は足場を引き寄せて。OK。加速。加速。からの。加速。いや、お前はいらんわ。なんでお前が来んねん。お前はいらん。痛い。待って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 。ん？あの上か。ちょっと待って、もう一回引き寄せ、いやー、ちょっと待ってくれ。よいしょ、引き寄せて、上、ナイスー。ほい。ミステリー6、抱き合う二人に何があったのか。どんなに愛し合ったとしても目指す道を違えることはある。いつの時代も愛の形は変わらないようだ。こいつは知らんな。これ誰や。あの、ダイオウグソクムシか。オクトエキスパンションの。ちょっと違うよな。さあ、というわけで、今回はこの3つにしておきましょうか。次回は、7、8、9、そしてボス。その4つやりたいと思います。というわけで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、評価ボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回、お疲れ様でした。